7月に戦場を離れ、ロンドンの北にある立派なお屋敷の近くで野営した。新兵が補充され、将校たちは昇進だ。侵攻を続けていた連合軍の勢いはオランダ国境で停滞した。もっともイギリス人のモントゴメリーにはイギリス主導の作戦があった。イギリス軍が前線の内側60マイルに降下、俺たちは前線から35マイルに降下した。俺たちの息は上がっていた。空挺作戦に復帰できたし、重要な任務だった。ま、クリスマスには帰れるかも。してくれ。オレンジェル、今だ。
援する。南郷まで進め。あと少しだ。やるぞ。これでも風車だって言うのかよ。空からじゃ分からねえだろうな。隠してやがった。よくやった。高架中の兵士が命拾い。総員、続け。方向を確認する。行け、行け、行け。まだ何人か壁を越えてきたぞ。今片付ける。総員だ。壁を越えてきたぞ。ドイツ兵がいる。やるんだ。倉庫に急げ。ドアを破壊しろ。地図のある部屋を守れ。上に行かせるな。奴ら何を言ってる。異界に何かがあるようだ。書類か地図か何かだ。上に行こう。よっぽど役に立つものがあるようだ。あと少しだ。そのまま押し続けろ。やばー、キリガン。ドアに爆薬を。
机に書類がある。多分部隊の移動ルートが書かれた地図だろう。あの書類を奪うぞ。敵のハーフトラックの音だ。急げ。状況報告をしてくれ。黙れ。誰とどいつが分かるから呼べ。アメリカ兵が来るぞ。部屋に戻れ。急げ。位置につけ。敵が来る。待ち伏せだ。伏せろ。かけるんだ。落下地点は確保した。ここには何人か残して橋と町を取りに行くぞ。さあ動くんだ。